ドラえもんの秘密道具で欲しいもの、ベスト3形式で順番に発表してください。それぞれ簡単に目的も教えてください。ドラえもんの秘密道具。まず、第3位は、アンキパンで、音楽をやっているので、楽譜を一瞬で覚えたいかな。それがあれば、どんな楽器の楽譜も全部覚えられるのかなって思いました。はい。では第2位。第2位は、こんにゃくです。外国人の方ともたくさんお話ししてみたいし、あとは、犬とか、動物とも会話できたら楽しそうだなと思って、こんにゃく、動物園に行って、全員に食べさせてみたい。どうなるんだろう、なんか、草くれとか言われるのかな。なんかちょっと話してみたいです。みんなとお話がしたいです。はい。第1位は、タイムマシーンで、未来に行って、どうなってるか見たい。で、自分の思ってる未来じゃなかったら、ちょっと、今のうちから、コツコツ努力したい。です。対して感じていないのに大きめに声を出したり言ってもないのに言ったふりをしたことはありますか？あります。すごいあります。もう感じてるふりをしないと相手の元気がなくなっちゃうようなお年の方としたので頑張りました。すごく演技をして、相手の方を最後まで発展させました。